ナサニエル・ゴーラムは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身の商人、政治家である。マサチューセッツから連合規約家の連合会議代表に選ばれ、その第8代議長になった。任期は1786年6月6日から、同年11月5日までであり、前任者は、ジョン・ハンコック、後任者は、アーサー・セントクレアであった。 1787年にはアメリカが州国憲法に署名した。1738年5月27日にマサチューセッツのチャールズタウンで生まれた。住んでいたところがアメリカ独立の機運が最初にまた強く講じてきたところであっただけに、それと共に公的な事項に携わるようになり、1771年から1775年まで、 マサチューセッツ議会の議員を1774年から1775年まで植民地議会の議員、また1778年から1781年まで戦争委員会の委員を務めた。1779年にはマサチューセッツ憲法制定会議にも参加した。 連合会議には1782年から1783年までと1785年から1787年までマサチューセッツ代表となった。ゴーラムはまたミドルセックスグイミンス裁判所の判事も一気務めた。1786年6月、連合会議議長で同じマサチューセッツ出身であったジョン・ハンコックの辞任に伴い、ゴーラムが議長に選任された。 一ヶ月前の5月にサウスカロライナのチャールズ・ピンクニーが連合規約の改定を提案したところであり、連合会議はキロに差し掛かっていた。1787年の数ヶ月、ゴーラムはアメリカが衆国憲法制定会議のマサチューセッツ代表となった。ゴーラムはしばしば制定会議の全体委員会議長を引き受けたが、これは制定会議の議長であったジョージ・ワシントンよりも、 活発に憲法の総合を起草する機関を差配したことになった。この制定会議の後、自分の州での憲法批准のために懸命に働いた。オリバー・フェルペスとの付き合いで、ゴーラムは1788年にマサチューセッツからニューヨーク西部、ジェネシー側にまたがる広大な土地の優先権を買い取った。買い取り価格は100万ドルだった。この土地は1786年の ハートフォード条約によって、ニューヨークからマサチューセッツに譲渡されたものであった。優先権は、先住民族からその土地を最初にすなわち優先的に無傷で獲得できるというものであった。マサチューセッツはすぐにジェネシー側の東の土地に対するインディアンの権利を消滅させ、同様に西側の土地18万5000エーカーについても、同じ処置を取り、すべてを測量して、外区を整理し、 大部分を土地の投機家や開拓者に売り払った。1790年支払いが履行できなかった後で、二人はまだ売っていなかったジェネシー側の東の土地ほとんど全てをロバート・モリスに売却し、モリスはその土地をパルトニー協会に転売した。フェルペスト・ゴーラムはマサチューセッツとの契約を完全に履行できなかったので、 1790年にインディアンの権利下に残っていた土地の一部、すなわちジェネシー側の西の土地をマサチューセッツに変換した。そこも最終的にはロバート・モリスが獲得し、ホーランド土地会社に転売した。モリスは自分に50万エーカーは残し、この土地はモリス保留地と知られることになった。1796年にチャールズタウンで死去した。ありがとうございます。